ウッドデッキ Q&A、 ウッドデッキの下に収納は作れますか？一級建築士のよっちゃんです。社長のカリアです。二人で疑問にお答えします。ウッドデッキの下に収納が作れるかお客様からご相談があったんですが、作っても問題ないですよね？はい、全然問題ないです。今ご覧いただいているように、ウッドデッキの周りに下地に枠を作って、そこに蓋をかぶせるような形で作ります。それで面積がウッドデッキの面積が広ければ、今見ているような物置一つ分の収納が全部床下に入っちゃいますので、ものすごく効率がいいお庭のスペースになります。ただ床下収納を作る位置は、どんなことを注意した方がいいんですか？そうですね、窓の前とか掃き出し窓の前とか、動線上ですね、歩いたりする場所のライン上にはちょっと作ると、毎日その上を乗ったり降りたりしますとね、10年15年すると緩んできますので、位置的にはあまり人の歩かないところに位置するのがいいですね。降ったら収納はどうなりますか？どうしてもこのウッドデッキの間が1センチほど膨張するために空いてるもんですから、雨が入っちゃうんですよ。それでアウトドア用品の専用のボックスが、DIY なんかで売られてますから、それごと床下に収納しちゃうのがいいと思います。このサイドから入れられるようなタイプの収納の入り口なら使いやすいと思います。視聴ありがとうございました。たくさんの施工事例がございますので、ウッドデッキのサイトをPC は左上、スマホは右上のバナーをクリックしてご覧ください。ホームページのアドレスはこちらです。cbrbk.com/wooddeck.html で検索してください。フリーダイヤル 0120-041-301。お電話お待ちしております。